では、2D から 3D に変えるために、私の方で5種類、ケース1からケース5まで、定義しましたので、今回はケース1について説明します。で、一応 SVG ファイル、文字ファイルを利用して説明していきます。まず、私の方でもう前に作成したこの ZIP ファイルというのがあるんですけれども、まずこれを、回答します。で、回答すると、SVG ファイルが出てきます。で、この SVG ファイル、これ右クリックで Open with の、Affinity Designer の2とやると、このように256文字のファイルがもうすでにできてます。当然ながらフォントも必要ないし、タイピングとか言語習得も必要ないです。もうこれはここで見ての通りで、こういう形でノード処理されてますので、例えばここでノードとやるとこういう形ですね。例えばこういう感じでノード処理されてますので、変形も自由です。自由にできます。で、これバックグラウンドが透明で、文字の部分がフィル、ここですね、フィルの状態になってる状態が、一応ケース1という状態です。で、このアフィニティデザイナーでも、この SVG ファイルが起動できる 2D 用のツールであれば、個々の文字を編集することも可能です。で、例えばこのアフィニティであれば、編集した後に保存した後、このセーブで保存した後に、このエクスポートにこう SVG っていうのがありますので、他にも PNG とか JPEG とかあるんですけれども、 SVG でエクスポートすれば、このファイル、編集された後ですけれども、の SVG ファイルを作ればいいと思います。で、今回はもう SVG ファイルそのものをただこう起動しただけですので、2D 用のツールではこのように見えますということですね。では次に、これブレンダーに移ります。ブレンダーもインポート、SVG ファイルをインポートできますので、まずはパス、どこにあるか、これですね。これをコピー取って、ファイルのインポートの SVG で、ここの上にペーストしてエンターで、 SVG ファイルがありますので、クリックするとここに256文字の、文字が表示されます。で、この状態は平面というかの状態になってますので、私の場合はいつも、これから A の R の X の90という形で、Z 軸に対してこう見えるように、こういう感じで見えるようにいつも処理してます。で、これら256文字は、ここにのアイコンにある通り、これ今カーブの状態になってます。で、これ一つクリックして A をクリックすると全部選択できるんですけど、で、そこで右クリックの Convert to のメッシュとやるとアイコンが変わって、今これメッシュの状態になってます。で、このマイナス Y っていうところをクリックすると、こういった形で、赤い線が X、青い線が Z で、右に寄ってる状態になるんですけれども、で、もう一つ、これ今起点がここにありますので、これで、右クリックでセットオリジンの上から2つ目、オリジントゥジオメトリーとやると、それぞれの文字の中心、正確には中心ではないんですけれども、例えばここに点がありますよね、それぞれに。そこに、中心が来ます。それぞれの文字の中心に点というか起点が来ます。
で、この状態で G の X とやると、まあ、X 軸方向に左右にこうやって動くことになりますので、まあ、適当に、まあ、オリジナルの起点に対して、まあ、左に動かすと。で、マウス操作でちょっと斜めにして、タブでエディットモードで A、E で Y、0.1とやると、0.1っていうことは、私の環境ではメートルで設定してますので、1センチですね、0.1メーターですから、1センチの厚みがついたことになります。で、またオリジに、オブジェクトモードに戻すと、まあ、こういった形でもうすでにこれで 3D になってる、厚みがこうついてるんですね、文字に。でもこれで、これがケース1の、文字を 2D の状態から 3D に処理したということですね。で、あとはもうブレンダーのいろんなあの処理に移りますので、例えば私の場合はここにセッティングズっていうのをもうあらかじめ作っておいてて、で、このエリアの照明3つと、あとカメラですね。で、ここのアイコンをクリックすると、まあこういった形で、実際は、まあこういった形で、面のエリアの照明が、もうこういうふうについてますので、まああとはこれを、位置を変えたりとかすることによって、まあもっと明るくしたりとか、あるいは今赤い文字になってますけど、これ色を変えたりとか、もうあとは自由にデザインができますので。ということで、今回はこのように256文字に処理されている SVG ファイルを、まあ、2D の状態をブレンダーでインポートすることによって、このように 3D の状態、もうこれ一つ一つが、例えばこれ一番上のカーブっていうのがここですね。で、二つ目がこれっていうふうに、例えば今、例えば適当にこうクリックして G とやるとこういう形で。で、S ってやるとこういうサイズを変えることもできます。ということで、これがケース1の状態ですね。ということで以上、ケース1の説明でした。